はい今日はですね、えー、椿ファクトリーのあれはこういうことこういうことだったんでしょうということでちょっとやってみます。で、えーつばふ、椿ファクトリーのあれとはあれです、あれ、あの、岸本由美が謝罪文出しちゃったあれですね、あの、ゲーバーで飲みに行っちゃったっていう写真が流出しちゃったっていうあれなんですけど、あれは何,何が裏で起きたのかっていうのは、えー、っと、 なあのまあ要するにあれはまあ,あの要するに岸本ゆめの,の後輩の後輩地元の後輩の子と飲む約束をしてたらたまたまですね、えー、そしたらな約束をしてたとでそこにな,なぜかあの新沼と小野と秋山がついてきたと4人で,で4人と後輩と飲む予定だったんだけどそこでたまたまですねその男友達が3人いて、えー、合流して ほぼ合コンみたたいいになっっっちゃったよっていうでそれを写真を流出され,さ,せされちゃったよっていうことで謝罪するわけなんですがそういういきさつとしてはそうなんですけどじゃあそもそもなぜ父本夢めのと地元の公輩が会うことになっててなぜあの新沼小野秋山がついてきたかっていうことを。 なんで、すねでこれをですね、まあ、まあ、これ考察してきたわけですけども、まあ、こういうことだろうと、おそらく。で、まずね、まあ、時期的にも多分、朝倉危機器の卒業公演の前ぐらいなんです、多分、あれは多分おそらくね。あとではね前だと思うんですよ、多分おそらく。うん、だから多分おそらく、ひなフェスの前です、だから。 でも完全にも朝倉キきとの活動ももう先が見えてて先が見えてるってもう終わりが見えててもう全部もうこれがもう最後のレコーディングだ誰誰やれ最後のミュージックビデオの公開だやれ最後のえなんか椿カクテル単独の公演だみたいなのながどん,どん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 最後の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 っていうのがどんどん出てきてですねえそんな感じだったと思うんですよその時の時多分 写真で、あろうと思いますで、まあ、こういうことです。まもまの朝倉危機の卒業が決定しましたと。まあ、話はもっと前からあるんです。これ、伏線としてあったと思うんですね。伏線、伏線としてはね。で、そんで、岸本夢めも、そろそろセカンドキャリアを考え出して、悩み出してたんじゃないかなと思うんです。うん、この、もう、岸本夢めもね、もうも23ぐらいなんつもう、たぶことで、来年で24ぐらいになっちゃうから、そろそろ、その、そろそろ、 このまま,このまま椿ファクトリーをやっていくのかそれとも他の道に進むのかってそうそうでいかげんに考えないといけない時期になってきてるわけです一生椿ファクトリーにいるってことはまず無理なのでまあいいんですけど30になっても40になっても椿ファクトリーとかってね、えー、いいんですけどやろうと思えばできるんですけどまあ多分それはないだろうと <laughs> ないだろうと <laughs>、えー、いうことでまあ 吉夢のも朝倉危機に刺激されて今までは考えないようにしてたと吉夢のもねこん椿ファクトルをやめたらどう,どうしようってのは、まあ、たまに脳,に脳裏をふうって横切ったりとかしたんだけど、まあ、それは考えないようにしても、まあとで考えようって全部後回し後回しにしてたんだけどその朝倉危機が卒業を決めて、ね、自分が あペットの専門学校に行ってそのペットのこうなんか犬の,その、えー、トリマーさんになってトリマーをやりながら芸能活動をやりたいなんてこう夢を語り出したそれを実現に向けて一歩を踏み出しちゃったもんですからそれは間近で見ちゃってるもんですから岸本夢のそれに感化されていい加減考えないといけないなってことをそれ思うようになったわけですよ。 そでで、れで悩んニコニコニコしながらか彼女は悩んでたと思うんですよどうしようかなんてでその時たまたま地元の後輩に会うことになってで相談この際に、えー、どうしようかっていうことを相談しようということにしたんだと思うんですね父母というのがその地元の後輩にで会おうってことになってでまあでそれでまああの カフェとかに行って話すのもいい、相談するのもいいんだけど、岸本上野のもあって、あ明らかなんとしながら意外にそういう話をするのがちょっと難しいと <laughs>、意外にそういうのはちょっと切り出しにくいんで,で、あの子も多分、シラフではちょっとそ,のそういう真面目な話をするのがちょっと苦手なのかもしれませんけど、お酒が入った方がいいだろうということで、お酒が入った方が相談しやすいでしょうということで、 飲食店に行くことに決ま,決める決まったんですねで。ところがですね、その,そでその当日にです、ね、電話したらですね、その後輩がですね、予定外にですね男3人についてくるということが発覚するわけですよ。その頼んでもないの男3人についてくるわけですよ。偶然会った方がですね。だから偶然会ったのが多分ね、たまたまじゃない岸本ゆめの方が言ってるのは、たまたまその後輩と飲みに行っとこうとしたら、たまたま男3人来たっていう。 たたまたま会いましたって岸本ゆめのは言ってんだけど多分それはおそらくもう既に後輩と会う前に後輩と今日大丈夫やねって今日今日今日相談あ今日なんか飲み行くよややや約束なんやけど大丈夫やんだよねってあのー、予定空いてるよね大丈夫やねってってあごめんゆめごめん今ね男3人会っちゃってってついてくるってう,うるさいって うるさいねんって、で連れてきてえー、ええー、えかーみたいなこと言われて、あははみたいなになっちゃったわけだと思うんですと思って。うん、で、ゆめ一人じゃ寂しい、心細いやろだからゆめも3人連れてきてええよみたいなこと、勝手なこと言われるわけですよ。で、でそれで、 えー、岸本も3人連れてくる羽目になったわけです。でこれ連れてこられたのが新沼小野昭山というたまでだか,だから岸本が連絡つけつかいてて多分い,いいよって言ったのがこの3人だったんじゃないかと。でこの3人なんかだから飲み岸本と一緒にのみ行けると思ってるから。 何の警戒も知らずでついてきたと思うんですよ、たぶん。まさかね、行った先で男3人がいるってわかんないわけで、たぶん、吉本もたぶん隠して連れていったと思うんだよ、たぶ男3人おんねんって言ったら、あ、いいよいいよ、ええー、ええー、みたいな。で、新沼きそばとか、ええー、とか言って,って、ええー、なんで行かない、それだったら行かないって,ってバレたら嫌だもんとか言われて、尾野水族も行かないですとかって言われて、なんかそういうのっえーで、で、言われると思ったから、吉本もた本もたぶん、男が3人いるってことで隠して連れていったと思うんだよ、逆に。うん。 ででこういう構動が生まれるわけですよ。岸本はただ相談してて、新沼、の秋山、巻き添えっていう感じで、こういう図式が成り立つんですよ。で、でです。で、なんでこういうことが言えるかっていうと、あの写真には、この3人と男3人しか写ってないんですよね。で、肝心の,その火種をまいた岸本ゆめのと後輩って写ってないんですよ。で、なんで写ってないかっていうと、 その唯一写真に岸本らが写ってないのは3人かから3人で盛り上がってるさなか傍らで真剣な相談をしてたからでしょっていうことです要するにその新沼尾野秋山とその後輩が連れてきた男性3人でウェ、えーイってもう先入っちゃったからウェ、えーイってやってってウェ、えーイとかってやってんのを見ながら岸本いうのはこっちで。 もうマジな相談してるわけですよ。なあ、今度うちそろそろアイドルやめよう思ってんねん、どないしたらええやろうって、どうしたらええって、どうしたらええって言ってて、うん、で後輩としてもこう、なんかこう、こそひさひさひさって喋ってたと思うんで、バレないようにね、うん、で夢,が夢がそういうふうに思うだったら、夢の思うまでええよって言って、うん、大丈夫や、夢やったら何やっても大丈夫や、成功するよみたいなこと言われて、ほんまかみたいな感じで。 でこれなんかマジな話してたのこっちでかこっちの端っこの方でこっちはこっちでうえーってやってた先ほどで写真撮ってることはきちんと知らなかったんじゃないか相談にで要するに相談後輩と相談に夢中でこの三人が三人が 写真撮ってることさ気づかず気づかなかったんじゃないかなとそんなぐらい真剣に話し込んでたんじゃないかっていうんでねうんまあそれが多分これがこれほぼ元凶だったんじゃないかと思いますでえー、でまあ岸本というのが原因だって可能か高いんですがで朝から危機の時にあいやでこの椿北斗にね 基地元の方が原因だった可能性が高いんですがこれ朝倉危機の時期で山岸新は谷本岸本元順番争いが起きてる可能,可能性がありますつまり朝倉危機がもう正規の手順を踏んで卒業を決めましたと <laughs> ついに結成メンバーからもその正規で卒業する子が出てきたとだからそろそろ自分たちも今まで見て見ぬふりしてきて避けて通ってきたこの椿ファクトリーを やめてからどうするか問題っていうのも真剣に考えなきゃならないってことは常々常々多分朝から危機がもう卒業しますってメンバーに公表してからずっとなんかこのこのこのメンバーで多分話し合いはされてたと思うんですけどでも皆さんでも先送り先送り考えないで考えないでしよう考えないでしようみたいなことをやってたんじゃないかなと思うんですねうん でまあ、とりあえず、でも順番のいは起きてるかもしれません、だから次に実は山岸理子がもし、もしかしたらもう24だから卒業考えてるかもしれませんし、そ新沼喜多田だってそろそろに来年24だからも考えている可能性もあります。ね谷本は亜美ちゃんは考えてるかどうかわかりませんけども、岸本メロンだったらも分そろそろ次に何しようかって考えてるかもしれません。<laughs> でき基本、将来やりたいことを、まあ、芸能関係問わずですね、えー、見つかり次第順次卒業というシステムになっている可能性がありますからこの辺今,今,の今のハロプロだから。事務所は25歳だからそろそろトントン適齢期ですよそろそろ考えましょうねっていう、まあ、昔は言ってたと思うんですよ。でも今はねその昔ほど今新人って入ってこなかったって、まあ、前の動画でもちらっと言ったことあるんだけど今ハロプロってどころハロプロ問わず のみならず他のアイドルグループもそうなんですけどオーディションやっても集まってこないの、ね、よ今女の子って。とっくねハロップのなんか10歳から17歳の女の子をオーディションで集めてくるんだけどその10歳から17歳の女の子って人口って今すごい少ないのよ今想像を絶するぐらい少ないのよ。その17歳15から17ぐらいはそこそこいるんだけどもう,もう10歳から12歳なんてのはもうそこそこいないのよもうあの人口割合からしてみてもやっぱり。 世代人口からしてもだって今今年だってさここ10年出生年間出生数って100万ちょいよ100万切ったら金だけど最近100万切ったと下るって騒ぎだったでしょここ10年日本の出生数って100万人しかいないのよ47都道府県で100万人散らかってんだよだからぶっ散らか,とっ,散らかってる状態しかなくて本当に人いないのよ 今の10歳から、だから10歳から12歳まで経っても200万、300万人ぐらいしかいないのよ。その300万人って、そその半分女子だから150万人しかいないでしょ。150万人のうち、そのアイドルになろうなんて、本当にアイドル、オーディションまで応募してくるやつだそんなにいない子ってそんなにいないんだよ。もう本当にだから。だから今、新しい子が入ってこないね。だから、今みたいな状況で25歳になったから、 24か25になったから、もう適齢期だから、あハロプロが出ていってくださいってい感じで、片立てけトントンなんて、あの卒業なんかさせてると、本当本当で、あと3、4年で、多分、ハロプロのメンバーの数って、今65人いるんだけど、もう3分、三0人ほどほど減るわけですよ、ドーンって。ねだって、中で25を待たずにして、もう、加賀帰りみたいに、もう、さっさとなんか、次の彼らやりたいこと見つけて、パって出ていくことだって言うんだから。 ね、だからもう30人ぐらいが減ってくるわけです。どんどんもう先細りしていくわけだんだんハロプロって、だんだんこうで、グループ6つもあるのにね、今7つもあって、これからも新しいユニット作ろうなんてしてるさなかですね、どんどん減っていくんですよ。だから今、構成員を減らすわけにいかんのですよ、逆に、ハロプロとしては。だから、その、25歳関係なくて、たまたまそういう年頃である今だから、ね、要するに、 でも25になってからもうやめますっていうのが多いのはもう25年もうたまたまそういう年頃なんでしょうアイドル女の子の人って25歳っていうのは24か25ってなんかもうターニングポイントみたいなもんでしょだから子供もアイドルやってっていいのか他の子はだから他の子を見てるわけですよ一般の友達と一般のが一般の子が大学出てそろそろもう社会人2年目になって相当ちょっと仕事慣れてきた頃でその働いてるの見て 自分たちは特殊な職業をやってるいじゃないですか。で、このままやっていったらこの、この特殊な状態に慣れていったら、沼から抜け出せなくなったら社、社会復帰みたいなのができなくなっちゃう。他の会社は普通の会社に就職するのはかなり難しくなる可能性もあるぞみたいなことを考え出すわけですよ。だから 早めにこの業界から足洗って、もう普通の会社に勤めて、ちゃんとあの毎月安定したお給料もらって、結婚して子供を育てるっていう道に進むべきなのか <laughs>、このままあのこの業界に足首突っ込んでですね、やるのかっていうのは、この24か25、22から25までの間に皆さん考えるんだろうと思うんですね。それでは年頃なんだろうなと思うんですけどね。だから 他にだからばき枠というのみならず今本当に身体考えてるメンバーっていっぱいいると思うんですよハルプロで特に22から24ぐらいのメンバーのこのメンバーってみんな抱えてると思うんですよやっぱりでいつ切り出すかとかねうんそんな感じだと思いますのでねまあだからまあこういう でたまたま「椿ファクトル」の場合は朝倉危機が初めてグループたち初めてこのメンバーの中からちゃんとした卒業式を経て送り出そう送り出したメンバーが出てきたっていうことも相まってその他のこう結成時のメンバーにも動揺が動揺が広がったっていうか。その 自分たちもどうしようかっっっって考え出すきっかけになっちゃったでどうしようかどううしようかって思い悩んでる時に、えー、岸本いうのは地元の後輩に相談をしたとで。相談したんだけど、その地元の後輩が空気も読まず、なんか知らないけど男3人連れてきちゃった <laughs> おそらく、あのー、椿ファクターに会えるよみたいな形で男3人連れてきたから連れてきたかもしれませんし、えー、なんで連れてきたんたって話になってきて、でわーってなってたかもしれません。ね でまあこっちはこっちであの盛り上がったら最中でこっちで岸本と後輩がかなり深刻な相談をやっててで写真撮ってることに気づかずっていう、えー、こういうことになったんじゃないかなと思うわけでございますこれが多分このこの根拳の真相じゃないかなと私は思いますだから誰が悪いのかっていうこ 誰が一番悪いのかって、この説でいくと誰が一番悪いのかっていうと、岸本夢めの,の後輩が悪いんです。これだから、後輩の子が悪くなっちゃうんだけど、でも岸本夢めのは、あの、あのあいうあったかい子だから、後輩を守ったんじゃないかなと思いますよ。多分、後輩は何も責任がありません。全部、夢の夢が悪いんですっていうことで、全部責任をかぶった可能性があるから、まあ、それはそれで、まあ、岸本夢めのに、現時ってですね、何岸本夢めのちゃんをですね、えー 誤、えーううまあ、ってることだから、まあ、許してあげようということがいいんじゃないかということで私も思っております、うん、だから私はだから基本的にこういうことがあったとしてもです、ねまあ、別にですね、えー、ちゃんとやってくれればいいわけですよ我々に我々パフォーマーお金出してパフォーマンス見ても見,見るわけだからこれに応じてなんかちょっとパフォーマンスが手抜きになったとかっていうのは困るわけでだから我々っていうのはつばきワクチンのパフォーマンスを見に行くわけですからうん ね、だからそ,それでちゃんとやってくれりゃ私らは文句はないです別にそれはとにかくえ素敵なものを見せてくれるは私は感動するし「うわやったつばきょうだでよかった」ってね「新沼推しでよかった」とかって「もう新沼推しだから俺は <laughs>、ね、お水推しだ」って新沼推しだからね今回結構動揺してんだけど俺はだから「よかったな」ってなるわけですよだから、うんまあ、そういうことですから是非あのー まあ私は応援まあちゃんとやってくれるなら応援してくれ、応援しますけどですね。はい。うん、まあ,らまあ応援、ちゃんとやってくれるなら応援しますでちゃんとやるで、やりますから、椿ファクトリーは。だからちゃんと。あのからあの方とプロですから。からそれはちゃんと、坂田さんは信,用し信じておりますので、ぜひあの、うんまあ、今後、椿ファクトリーが学校近所で来ましたら、チケット買って見に行きますので、えー、ね、頑張っていただきたいと思います。<laughs> なんでこれ上目ですね。まあいいや。以上、以上でございました。はい。